原さん、阪神ファンから許される。よかった。代々糸原は頼りになりすぎる。てかサードならサトテルとスタメン争いさせてもええんちゃうか。令和の檜山。代々糸原は神。琴起こし職人定期。琴起こし受け負い人な。内野守備につかなければいいと判明。セカンドと違ってサードはそこまで悪くないぞ。去年まであんだけ叩かれてたけど、阪神で日本一のメンバーになったら今後は英雄扱いやろうな。糸原はセカンド守備以外は良いんだよ。ほんまに全員役割あるよな今年。小野寺以外。前夜で琴を起こしたからな。頼りになる代打や。言うて前からサードならって言われとったし、セカンドで使ってたのが悪いんじゃん。小野寺は OPS8 も打ってるのに干されてるからな。糸原はもともとセカンドの守備がクソすぎたのと、糸原を使うために他の好調な選手が押し出されてた矢の采配がクソだっただけで、サードは無難に守れるし OPS650 から700くらいはやれる実力はあるし、こと起こせるし、正しい使い方をすれば普通に必要な戦力やぞ。サードもさほどやろ、とにかく動かんのやから。サードの指標はいいよな。糸原にはこと起こしがあるから。糸原はレフトぐらいなら打撃でプラス稼げるけど、岡田が起点効かないからな。偉いのはドン様やぞ。普通は糸原の年齢なら新監督にあんだけバッサリスタメン剥奪されたら打つ方でももっとフェードアウトしてくんや。それを打撃の部分はしっかり評価してたのが偉い。脇役タイプの場合は日本シリーズで打つのは何よりでかいわ。関本なんかより偉そうにしてていいで。糸原って引退した後絶対オファーさ出てるよな。キャラ的にぴったりやな。セカンド固定してた矢野があかんかっただけや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。